皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。新聞を読んでちょっと気になったこと、これを、自分で考えてまとめてみました。タイトルは未来の食料はと、将来人間はどんなものを食べるようになるのかなということに関連した記事がありました。現在世界の人口って皆さん地理で勉強して知ってますよね。77億人くらいだそうです。これが2050年になると97億人になるそうです。人口が増えると食料が不足するかもしれません。で、食料今の生産高より 50% 以上高めないといけないと、こういうことが計算で出ています。じゃあどんなものを食べるようになるのか。今注目されている食料として昆虫があります。昆虫、日本でも弘前大学と昆虫食専門会社、これが協力して研究が進んでいて、トノサマバットの食料利用、この研究が始まりました。そして2021年、来年ですね、来年にはせんべいなどの加工食品化、これを目指しているそうです。皆さんね、やっぱしね、自分だけかもしれないんですけど、この昆虫あの形ね、食べるというちょっと抵抗がありますね。でも形を変えて、形がわからない加工食品としてなら、ね、自然に食べられるようになるかもしれません。では世界では昆虫食どうなっているのか、ちょっと調べてみました。世界を見ると約20億人の人がね、昆虫食べているんだそうです。2000種類以上の昆虫を食用にしていると。日本でも昆虫食べてないわけじゃなくて食べています。イナゴとかハチの子なんかお土産で売っている地域ありますよね。だから日本が全く昆虫食ないというわけじゃないんですね。世界には20億人の人が食べていると、日本でもね、食べているところがあると。で、昆虫食っていうのはプロテイン、タンパク質ですね。これがこういう栄養が豊富で、またコオロギの飼料要求率って、ある一定の栄養分を作り出すのに必要な、まあ、餌の割合ですね。これが豚とか鶏の半分と、牛の12分の1と、栄養分を作り出す効率っていうのはすごく昆虫っていうのはいいってことも分かっています。だから将来の食料として今注目されているわけですね。将来人口が増えて食料が足りなくなると、これは分かっていると、そういう研究が進んでいる。じゃあ今私たちは何をすればいいのかと、考えていました。今ね、問題となるのはこれ、科学技術振興機構というところのホームページちょっと見てみたら、こんなことが書いてありました。日本の食品ロスは年間643万トンもあって、この食品廃棄物の焼却になんと1兆円ですよ。こんなお金が使われているんですね。そして自治体が焼却場で処分するゴミの4割から5割がなんと食品廃棄物だそうです。焼却するゴミの半分近くが食べ物。いや、私たちってすごく食べ物を無駄にしているんですね。今リサイクルできるものってのは結構な効率でリサイクルされているんですけど、その中に食品は含まれていないってことが分かります。ですから私たちこれから、食品を無駄にしないためにフードバンク、ね、などの食品を無駄にしない取り組み、こういうものを、ね、強化していかなければならないってことが分かりますよね。また普段の生活の中でもレストランに行って食堂に行って自分が食べられないほどの量を注文しないとかね、家でも食品を無駄にしないと、でこういうことをやっぱ気をつけなきゃいけない、そんなふうなことを感じました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。
さようなら。